飲み物のペットボトル、食品の包みやプラスチック容器、荒川河川敷の清掃活動を行った結果、散らかっていたゴミの大半がペットボトルを含めた包みや容器など一度しか使われないプラスチックゴミでした。使い捨てプラスチックが川を通じて海に流れ出していくことも問題になっています。東京のポイ捨てが太平洋の海ゴミになっているのです。海洋プラスチックによる海の汚染は今地球規模で広がっていて、海の生き物たちに様々な被害をもたらしています。使い捨てプラスチックの問題は私たちの暮らしと決して無関係ではありません。日本人一人当たりのプラスチック容器や包みの廃棄量は世界的にも非常に多いという調査もあります。理解度チェック。次の3つの中からプラスチックごみについて正しいものを1つ選びましょう。1、海洋プラスチックが海の生き物に被害をもたらすことはない。2、街中で見かけるプラスチックごみは川を通じて海に流れ出すこともある。3、プラスチックごみの問題は私たちの暮らしと関係がない。プラスチックは1964年から2014年までの50年の間にその生産量が約20倍も増えています。貴重な天然資源である石油から作られるプラスチック、食品と同じようにプラスチックを作る時にもたくさんのエネルギーが使われ、地球温暖化の原因となる CO2 が発生します。また多くのプラスチック製の容器や包みが1回使われただけで燃やされており、 CO2 が排出されます。近年よく起こる豪雨や巨大台風などの異常気象は地球温暖化が原因とされています。東京都は世界の平均気温上昇をよりリスクの低い 1.5 度に抑えることを追求し、2050年までに CO2 排出実質ゼロに貢献するゼロエミッション東京の実現を目指しています。2019年末にはゼロエミッション東京戦略を策定し、実現に向けた行動を開始しています。プラスチック対策にも重点的に取り組んでいます。使い捨てプラスチックを減らすと CO2 削減につながります。理解度チェック。次の3つの中から使い捨てプラスチックについて正しいものを1つ選びましょう。1、使い捨てプラスチックはエネルギー問題と関係がない。2、使い捨てプラスチックを減らすと CO2 も削減できる。3、使い捨てプラスチックを増やすことが地球温暖化防止に役立つ。プラスチックゴミが細かくなって直径5ミリメートル以下の微小な粒になったものをマイクロプラスチックと言います。プラスチックは簡単には分解せず、分解されるまで数百年かかるとも言われています。餌と間違えて食べてしまった魚や海鳥などの生き物の体内から多数見つかっているのです。2015年に発表された研究によると、最低でも毎年約800万トンものプラスチックが海に流れ込んでいると報告されています。これはジャンボジェット機約5万機の重さと同じ。こうして溜まった海洋プラスチックの量は約 1.5 億トン。これは海に住む魚の重さの約5分の1にあたり、2050年には海に住む魚の重さを超えると予想されています。理解度チェック。次の3つの中から海洋プラスチックについて正しいものを1つ選びましょう。1、プラスチックはすぐに簡単に分解される。2、毎年ジャンボジェット機1機と同じ重さのプラスチックが海に流れ込んでいる。3、2050年
海洋プラスチックの量は海に住む魚の重さを超えると予想されている。まず身近なところから私たちにできることを考えてみましょう。お家のゴミ箱にはどんなプラスチックが捨てられていますか？使わなくてもよかった、捨てなくてもよかったプラスチックゴミをチェックしてみましょう。例えばペットボトル、容器、レジ袋、プラスチック製のスプーンやフォーク。新型コロナウイルス感染症が広がる中で活躍しているフェイスシールドやアクリル板のようにプラスチックがどうしても必要な場面もありますが、逆にテイクアウトやデリバリーの利用で増えている使い捨てプラスチックもあると思います。皆さんの身近なところで減らせるものはないか考えてみましょう。ゴミを減らしていくことをリデュースと言います。ゴミになるものを最初から買ったりもらったりしないことはリデュースにつながります。また一度使ったものをゴミにしないで何度も繰り返し使うことをリユースと言いますが、プラスチック製品もリユースを心がけることでリデュースにつながっていきます。レジ袋を使わなくて済むよう、買い物の際はマイバッグを使いましょう。マイ箸、マイボトルを携帯するようにして、使い捨てのスプーンやフォーク、カップなどを減らしましょう。無駄な包装の少ない商品や詰め替えのできる商品を選ぶことも大切です。理解度チェック。次の3つの中から使い捨てプラスチックについて間違っているものを1つ選びましょう。1、使い捨てプラスチックを使わなくて済むようマイバッグやマイボトルを持ち歩く。2、使い捨てプラスチックの使用量を減らすために詰め替えができる商品を選ぶ。3、買い物するときは使い捨ての容器やフォークをもらうようにする。ゴミを散らかさないようにすることも大切です。外出先で出たゴミは持ち帰るようにしましょう。ペットボトルもプラスチック製の包みや容器もリサイクルできます。自治体のルールに従ってきちんと分別しましょう。カラスや猫などの被害からゴミ集積所を守ることもゴミ散乱防止に必要なことです。またもし地域で清掃活動が行われるのであれば積極的に参加してみましょう。もし私たちの力で使い捨てプラスチックを減らすことができたら、その生産、消費、廃棄によって排出される CO2 を減らすことができます。海岸に打ち上げられたり海に漂うプラスチックゴミが少なくなり、プラスチックで命を落とす生き物も減っていくはずです。そしてきれいな海や川、自然、空気が戻ってきます。大きな被害をもたらす異常気象も減っていくかもしれません。使い捨てプラスチックを減らしていくこと、繰り返し使って無駄を減らしていくこと、きちんと分別してリサイクルすることで私たちの地球はもっと住みやすい星になることでしょう。次の3つの中から使い捨てプラスチックを減らしていくことでもたらされる効果として間違っているものを1つ選びましょう。1、使い捨てプラスチックを作ったり処分したりするときに排出される CO2 が減る。2、海に流れ込むプラスチックごみが減る。3、きれいな海や川が減る。理解度チェックはみんな100点取れたかな？全部できたら君たちは環境問題の専門家、立派なエコ博士です。これから先も地球を守っていくことをくれぐれもよろしくお願いします。2時間目、使い捨てプラスチックを減らそう、よくできました。